住物、裏条約。住物、裏条約。最も、ポ条約とは、1882年8月30日に、日本取市朝鮮の間で締結された条約。住物裏は朝鮮語読みで、チェムルポ、ニガワの旧称。人語事変、人語軍団での日本公使館焼き打ち事件等の、事後処理のために結ばれた。条約の、主な内容は、人語事変における、 公使館焼き打ち事件並びに、公使一行襲撃事件、在半寸日本人化逆の実行犯等の逮捕と、処罰、日本側被害者の遺族、負傷者への見舞い金5万円、損害賠償50万円、公使館護衛としての半寸での軍隊中留権、兵営設置費、修理費の朝鮮側負担、謝罪士の派遣等である。また同時に、日朝修好場貴族役、追加条項として、 居留地の拡大、市場の追加、公主官員の朝鮮内地有歴を認めさせた。軍隊駐留権を認めさせたことは、暴動の再発防止のほかに、総主権を主張する新国を牽制する意味合いもあったのではないかとされている。人母事変によって、感場を脱出し、新川で英国軍艦フライングフィッシュに保護され、 長崎へと帰還した花房義出は直ちに東京へと電報を発し事変の発生を放置した。知らせを受けた日本政府は花房を便利講師として再度渡し朝させることに決定。花房に交渉の基本方針を訓練した上で明治丸に乗船させて新川へと派遣した。日本政府は朝鮮政府の事件への関与と講師がその身分を保護されず。 加害を受ける可能性を深く懸念しており、施設団の護衛には軍艦5隻と陸軍約1個大体相当が動員されるなど、物々しい船でとな。事変の発生を察知した新国からは直ちに両国間を調停したい。日本公使館は我が族法にあるので兵を走って護衛したいとの知らせがあったが、日本政府は文中の続報表現もあって、これを稲。 しかし、清国は馬立氏が率いる清国軍を朝鮮に派遣し、乱の鎮圧を指導させた。日本交渉団が二川に到着する頃にはすでに湾内には清国戦艦の姿もあり、交渉努力によって事変を解決しようとする日本と、総主国として武力によって乱を鎮圧しようとする清国の神経戦がすでに、古時点で始まっていたと言える。外務卿 井上薫が示した基本方針の要点は以下のようなものであった。事変後に朝鮮政府を掌握し、日本の交渉相手となったのは神後事変を引き起こした大院君であった。花房は護衛二個中隊を引き連れて半寸に入り交渉を開始するが、朝鮮政府は三日間を回答期限として施行した八課城の要求書を受け取りはしたものの、王妃の葬儀の準備に忙しく、 期限内の決闘は困難であるとして退けた。この回答を受けて、花房は不満を表明して、ハンスンの宿を引き払って、住物を裏へと去り、朝鮮側が謝罪の使者を派遣し交渉再開の打開策を明示できなければ、日朝間の遊戯は失われると通達した。しかし日朝間の交渉の停滞に、いち早く反応したのは、 二川に展開していた馬立中率いる、新国軍だった。馬は数百の新国兵を率いて、花房と交渉団が、勘定を去るのと入れ違いに入居していたが、住物裏に登留していた花房の下を訪れて、大陰君を排斥し、交渉を調停する用意があると打ち明けた。花房は、従来の方針の通りその提案を拒否したが、ほどなくして、その計画は実行された。 新国軍の陣営におびき出された、大院君は身柄を拘束されて、新国へと連れ去られ、ハンスンには、大院君が、新国皇帝の怒りに触れて処罰されたとする、刑事文が張り出され、文中には、天朝ともしか、朝鮮新守義美奈一家との文言もあった。大院君は、以後三年間にわたって、新国に拘留されることになる。 1882年8月26日の大陰訓拉致事件の後、高想、敏氏の政権が復活し、住物裏の花房全権講使のもとへ、朝鮮政府から謝罪文が送られた。花房はこれを受け入れ、軍艦混合艦上での交渉再開を訳した。ただし、高想、敏氏の政権は、外交的には、新国の馬立てただしに依存せざるを得なかった。 8月28日夜、朝鮮全県大臣李広志元、副官、金弘志州、後の金光州らは、住物裏に停泊中の日本軍艦混合を訪れ、交渉を始めた。交渉は、この日と翌日にかけて集中的に行われ、1882年8月30日、住物、裏条約を調印した。このような短時間で交渉が成立したのは馬立、ただしが、 日朝双方に事前に根回しをしていたからである。軍団を起こした犯人、責任者の処罰、日本人管理被害者の異例、被害遺族、負傷者への見舞金支給、朝鮮政府による公式謝罪、日本外交官の内地旅行権などについては、日本側原案がほぼ承認を得た。開港上有保地域の拡大、内地通商権に関しては、朝鮮側の希望を、 若干入れて修正された。朝鮮側が最も反対していた50万円の賠償金と公師関係日のために、朝鮮に対一個大替を中流させる権利については、花房公師の強硬な姿勢により、文言の修正と正し書きの挿入程度にとどまり、基本的に日本側の要求が容認された。全体的には日本側の要求がほぼ受け入れられた内容となった。住物。 裏条約の締結に際して申告はその中身について特に深く介入したわけではなかった。むしろ大陰君を朝鮮王宮から連れ去ったことによって日本側に優位な交渉条件を準備したとも言える。この時申告はベトナムをめぐってフランスとの緊張が強いられていたので日本と徹底してことを構えるつもりはなかった。日本もまた外務教、 井上薫の基本方針は、体神協調、体調神話というものであり、在野の知識人も、また日清朝の三国定型論が優勢であった。花房講師は調印後の9月2日、井上外務卿宛に、大満足にまで条約を締結せりと報告の電報を打電した。条約は、全文と六間から構成されており、特に全文ではこの条約が、神語事変における、 日本側の被害を賠償するものであることが強く示されている。以下に、条約の内容と解説を記す。全文日本歴7月23日、朝鮮歴6月9日の平は、朝鮮の俗都が日本公使館を襲撃し、職員の多くが被害を受け、朝鮮国が招兵していた軍事教官も斬殺された。日本国は数弥氏を重んじるために協議し、 下記の六艦及び別定属、約二艦を実行することを訳すことで、両国の関係修復となすことを表明する。前において、両国全権大臣は記名なつ印して、両国の信頼が確かなものであることを確認する。リブ第一艦今より初回内に、朝鮮国は続投捕獲し首謀者を厳しく救命し、重い懲罰を与えること。日本国は人員を派遣して、 処罰の場に立ち会うこと。もしも期日内に捉えることができなければ、日本国がこれをところ弁する。ディブ。第二関日本管理で軍乱に巻き込まれ死亡した者は、礼を尽くして埋葬し、厚く弔うこと。ディブ。第三関朝鮮国は、日本管理の死者の遺族と事件の負傷者に五万円を給与すること。ディブ。第四関族との暴虐によって、 日本が被った損害と講師を護衛する陸海軍の派遣費用のうち50万円は朝鮮国が補填すること。毎年10万円を支払い5年をかけて関西とする。d 部第5艦日本講使館は兵員若干名を置いて警護すること。兵営を設置、修繕するのは朝鮮国の役目とする。 もしも朝鮮国の軍や民衆が法律を守り一年が経って、日本講師が警備を必要ないと判断した場合、撤兵しても差し支えない。ディブ、第六艦朝鮮国は交換を派遣し、国書を持って日本国に謝罪すること。ディブ、住物、裏条約第六艦の規定によって八百八十二年十月、北へ以降を特命全権大使とする謝罪師が、 派遣された。一行は、金晩職福祉、女三つ十字官、金玉金初期間らからなり、僕へ行こう、女三つ金玉金らはいずれも、日本との結びつきを強めた。彼らは12月まで日本に滞在し、福沢諭吉ら多くの日本の知識人と講義を結んで、海外事情や新知識を獲得していった。一方、住物、裏条約交渉の結果、 日朝修好条記、1876年締結の追加条項としての同条貴族役が調印された。住物、裏条約は批准を必要としなかったが、日朝修好条貴族役の方は批准を要し、この年の1882年10月30日、明治天皇によって批准がなされている。批准書の交換は、翌10月31日、 僕以公前県大使、金板職福氏と井上薫外務卿の間で取り交わされた。住物、裏条約の締結によって、日朝両国間の懸念は消滅したものの、ハンスンに日清両国軍が駐留することになるなど、朝鮮をめぐる日清両国の対立関係が明確になった。しかし、大院君を捉えハンスン城内で、 事変関係者の拘束を直接言った、新国の朝鮮国内における優勢は明らかであり、日本国はしばらく傍観の構えを見せる。この事件において行われた新国による数々の内政干渉は、朝鮮開派派、独立党の新国に対する反発を進化させ、一層日本に接近させる結果となった。朝鮮国内は親新国の時代党と、 親日本の独立党による権力争いが激化し、終わりには激発した独立党によって、後進政変が引き起こされる。そして懸念通り半寸に中流する日清両軍が交戦するという状況が現実のものとなってしまったのだった。後進政変後、より一層朝鮮における支配権強化を目指すようになった新国と新日勢力の失権によって、 朝鮮における影響力が著しく低下した日本は一層対立を深めていき、終わりには日清戦争が勃発する。この時、日本側の出兵根拠となったのがこの住み物、裏条約であり、日本軍にこうして朝鮮政府を掌握したのが、新国の処置に恨みを抱く大陰君であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。